女子と一緒に、ね、私が女子の着物を着付けさせてもらってまして横隔膜周辺が違和感ありますね。そうです ねということで、今回は私が女性の半幅帯を結ぶ、のじりんが男性の角帯を結ぶ、はい、帯結び対決、イエーイ、タイムアタック、はい、はい、ということでやってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで手に取りました、私半幅帯、こちら角帯、はい、何結びにするんですか。まあ普通に一般的な、はい、はい、私も一般的な貝の口か貝の口片遊びか微妙です。はい、じゃあ2人とも手に取って、はい、よーい、どんで始まりますか。はい、はい、じゃあいきましょう、せーの、よーい、どん、よいしょ。うわー、これは綺麗さもそうだけど、いやー、この着物を着て帯を結ぶことに、そうなんですよね、慣れてないな。お、でもあれ、ズレッチョしてる、完全ズレッチョしてる。上がりました。ずるっちょして負けた、ずるっちょしてるじゃ負けた。一瞬多く湧いて見つめるでしょ、混ぜてない。男の身でも早いね。はい、すごいな、大したもんだ。いや、一方私といえば大変だ。やっぱり幅が広いと大変でした。幅が広いのは気にならないんだけど、はい、結ぶ位置が上だから、あ、それでちょっとやられますね。あ、なるほどね。いつもね、いつもこの辺りですよね。そうそう、いつもここ、はい、帯結びタイムアタック、はい、見事に負けました。やったー、早いね。ということで楽勝で負けました。ありがとうございました。自分で半幅帯を結ぶ時のコツってありますか。自分で結ぶ時はとにかく手元じゃなくて鏡を見る。そうなの、そうなの、ついついこうやっちゃうのね。そうなんですよ、頑張るあまりで、ここがずれて、そう、ダメになるんですよね。はい、ということで帯結びタイムアタック、まあ、はい、何を伝えたかったかというとね、女子の方でも自分で角帯シャシャッと結べて造作なくできるっていうところ、そういうことですね、ご覧いただければと思います、はい、撮ってました。帯結び、帯結びタイムアタック、はい、押していましたが、はい、楽勝で負けたというところです。ありがとうございました。ありがとうございます。